今回で3年ぶりで坂を立てることを泣きながら感想を送ってくれました。ものすごい発展をしていてびっくりしました。この新鮮な感覚とびっくりした感動をぜひ日本の皆さんに伝えることが僕の仕事だというふうに思います。